中井捨て基地は、将棋騎士8弾、八段。君金次郎九段門下。騎士番号は六。大阪二十月市出身。騎士番号を有する騎士の中では、金安次郎に次ぐ高齢である。1925年四段。以降商談を重ね、順位戦が設立された時点では六段となっていた。第一期順位戦は、7.6段戦に編入されていたものの、 戦災により不参加を余儀なくされた。翌期より C 級西組に張り出され、順位戦に参加。最高齢をものともせずに、8勝4敗の高成績を収め、B 級小級に伴い7段に昇段。その後の成績は、平凡なものに止まり、第5.6期と連続で高級し、還暦を機に引退した。引退後は、道場解説などの普及活動に尽力し、 1964年には、その功績が高く評価され、8段を贈呈された。現役中に、本間総宗越を退役後の裁判年に、浦野正彦で死に取った。1981年3月13日に師匠に、先立って死去した、本間の後を追うように、同年8月20日に死去。去年88。浦野がプロ4段となったのは、中井及び、 本間の死去から2年以上経った1983年10月19日のことであった。戦時中の1942年、当時大阪市北区公会町にあった日本将棋連盟関再本部事務所が疎開対策のため閉鎖された際、北区金屋町の自宅を曲がりさせていた。ありがとうございます。